皆さんこんにちは。フィリピン・パラバン島ではなくて、相変わらず東京のホテルの一室からお送りしています。今日はですね、フィリピンでこうやって動画を撮っている時、あるいはライブの時に、これ困ったなということを解消するためにマイクをね、買ったんです。マイクがノイズが入ったりとか、音が入らなかったりとか、そういうことが結構頻発していたんで、こっちについてですね、ネットで Amazon で検索して注文したマイクが、ホテルのフロントにね、届いてました。まず一つ、こういうやつですね。こんな結構立派なケースに入ってる、アスキービジョンとか書いてありますよね。まあ、聞いたことないメーカーですけれども、こう開けてみると、一回ね、これも開封したんですけれども、こんな感じで、なんかフルセットで入ってるんですよね。一応説明書も入っていて、説明書が英語、日本語のところも入ってますね。まあ、こういう使い方がね、まあ、こんな風にいろいろ書いてあるんですけど、ちょっとね、中身を見ていきますと、まずね、三脚がついてる。こんなちっちゃい三脚が。これがくっつくんですね。ボールヘッドがついてます。この自由運転ってやつね。これがあるとないとじゃ大違いですから、まずこれをこうねじ込んで、でこれがスマホのホルダーですね。こんなのがついてるんで、これ前にもね、パラワン島にいる時に言ってましたけど、ここにスマホをこう挟んで、上にマイクをつける、このアクセサリー集のついている、こういうものが欲しいなと思って、それを見つけたんですね。こんな感じで立てられるようになるわけですね。で、肝心のマイクが、マイクのホルダーがこんなのがついてて、これがマイクですね。これをここに、こうか、このところにガチッとつける。で、これがこんなふうにここにつくわけですね。よいしょ。こんな感じになりますね。で、マイクケーブル。このモフモフのこの、ウィンドジャマーというこの風防もついてますね。外で撮るときに風の音をね、低減させるものですが、で、こんな袋には、ケーブルがね、2種類入ってます。こっちが3極のもの、こっちが4極のもので、スマホにはね、スマホ側に差し込むときに、この4極、線が3本ですね。黒い線が3本入っているものが必要なんで、これもちゃんと同梱されています。で、こっちがスマホ側で、こっちが、マイク側ですね。で、スマホをセットしてみます。どうやってるの、これ。この赤いのを押すと上がるんだ。ここに、スマホをセットします。いいよ。これ僕のね、スマホの場合、この OPPO ってやつなんで、これにね、ボリュームがあるんで、ちょっと端に避けないと、こんな感じかな。こんな感じでね、なかなか良さげじゃないですか。ちょっとね、音を聞いてみたいですよね。で、これスマホ側に差し込む方ですね。ここに端子に、ブチッと入れて、ちょっとこれでね、撮ってみます。こうやって、こんな感じかな。この三脚がね、やっぱり安いだけあって、この節度がない。よいしょ。滑っちゃいますね。滑りやすいテーブルだからってことかな。よいしょ。これで音台を合わせて、ちょっとね、撮影してみます。これ今撮ってます。このマイクを活かして撮ってます。で、一応ね、単一指向性ってことで、後ろの音、横の音をあんまり拾わないようになってるということですが、
ちょっと僕、あーって言いながら一定の音圧で、こっから横に回ってみます。あー。どうでしょう。どのぐらいの音の違いがあるかって、今度スマホ自体のマイクでね、このケーブルをピッて抜いて撮ってみます。今、抜きました。もう一回今と同じことやります。あまあ、スマホのマイクはね、指向性じゃないんで、同じぐらいの音で入ってると思いますけど、ちょっともう一回マイク入れてみますね。入れました。今またマイクで収録している状態ですが、この状態でね、このホテルの窓を開けてみます。外ね、車がバンバン走ってるんですけど、その音どんな感じかって今開けます。今信号で車が結構止まってるかな。なんとなく外の騒音、どのぐらい拾ってるんだろう。こんな感じですが、スマホ自体のマイクにしてみます。このマイク抜きます。今マイク抜いた、あら、こけちゃう。スマホのマイクで撮っております。三脚が落ち着かないな。どうでしょう。まあ、指向性であってね、後ろの音とかそういうノイズ、特にこういう部屋で撮ってると直の音だけでなくって、あの指向性のない無指向性のものだと反響音とかも拾ってしまうんで困るんですね。音がなんかこもったみたいになっちゃう。ちょっと窓閉めます。それほどね、そんな、高音質を期待してるわけではないのですが、今こうやって普通に部屋の中でしばちょっと離れて大きめの声で喋ります。今スマホのマイクで撮ってます。スマホのマイクです。このマイク、買ったマイク。今は、新しく買ったマイクで撮ってます。メーカーなんだっけ？忘れちゃった。アスキービジョンのマイクでこれ撮ってます。どのぐらいの差があるんでしょうね。なんとなく音質自体は、あの、スマホ自体のマイクで撮った方が良かったりして、まあそしたら笑っちゃいますけどね。こんなマイクをね、まず一つ買いました。で、このセットですね。ホルダーも何も全部ついて、この一式で2999円。これ、爆安じゃないですか。あの、ほぼ3000円ですね。で、送料はサービスってことです。一旦これね、抜きます。よいしょ。今度ね、もう一個ね、マイクを買ったんです。今度これピンマイクですけれど、ワイヤレスとかではないです。こういうピンマイク。これですね。よいしょ。この音、どんなもんかっていうのをね、ちょっとテストしていきます。これ、ここら辺にこの、クリップがあって胸元につけたりできるものです。これにつけてみようかな。今パジャマのまんまですけど今スマホのマイクで撮ってます。このピンマイクにね、変えてみます。これもこの3本線の4極のマイクです。スマホ用ということで売ってるんで、これを入れてみます。よいしょ。はい、今このピンマイクで撮っております。音はねちゃんと拾うだろうけど、音質ってどんな感じなんだろう。結構違ってないと困りますけどね。で、またね、窓を開けてみます。よいしょ。今窓全開になりました。まあこの近くでね、大きい声が入ってるんで、録音のボリュームっていうのが自動なんで結構下がると思うんで、相対的にね、こっちのマイクの音にちょうどいい、録音レベルになってるんで、外の騒音というのが低くなると思います。こんな感じのマイクです。もう一回ね、このマイク抜いてスマホのマイクに戻してみます。はい、これね、今スマホのマイクです。これ抜いてます。
外の音って結構拾ってると思うんですけれども、まあまあうるさいところでね、外でなんか喋ったりして撮るのにはこのマイクをね活用していこうと思ってます。はい、今日はねこんなマイクをね、よいしょ、マイクをね買いましたという、これ動画になりましたけれども、これ窓閉めます。ちなみに今ねこれ撮ってるのはビデオカメラで撮ってます。あの前から使ってるカメラなんですけど、相変わらず活躍してます。よいしょ。でこのピンマイク、あれ値段言ったかな、これが、999円、送料込みだったかな。あのアマゾンってね、それほど値段がいかないものだと送料別個に請求されたりするんですけれども、このねセットの方はね送料が全くタダでした。あ、送料別個だ、送料込みでこのピンマイクが1209円ですね。でどちらも注文して翌日に届きます、届きました。でホテルのフロント、ホテル宛にね送ってもらって、ホテルのフロントに預かっててもらったものをね、引き取ってきました。まあ、どっちも安いですね。こんななんか一応のねケースまで付いて、このねスマホのホルダーなんか別に買おうと思ってたんですけれども、全部一応のねこういうのが付いて、ちょっとこの三脚は場所によってかな滑りやすいってことがあるけど、でもこのボールヘッドが付いてる結構しっかりしたものが付いていて2999円全部付いて、驚くべき安さですよね。うん、一応必要なものをね手に入れました。でこういうマイクとねこういうセットでも、まあ形は違えど、これが約3000円ですよね。5000円ぐらいのものも結構あったんですが、どっちにしろね3000円にしろ5000円にしろ、まあ安いマイクなんでもう大して違わないだろうって安い方を選んだんですけれども、まあ、他の、小ましな音が拾えるっていうと、やっぱりマイク単体で1万円ぐらいは払わないと、そんなまともなのは買えないと思いますが、とりあえずこれでね、音がきっちりと離れたところでもね、取れればいいかなっていう感じでこれを買ってみました。でまあ今テストしてみましたけど、まあまあ使えるんじゃないかなって雰囲気ですね。届いてからもねちょっとテストしたんですけれど、音質的にはねもちろん高いマイクとは全く違いましたけど、でもまあ一応このね自分で喋ってる声とかこの程度だったらいいかなって感じで、これからはですねこういうピンマイクですとかこういうのをね使って撮影していきたいと思います。これがね東京で買わなくてはいけないと思ってたものの一つです。買い物行く済みました。まあこれにしてもね、秋葉原のあの電気街とかうろうろ歩けば、まあ1000円以下でね結構見つかるでしょうけれども、なんかあそこら辺でごちゃごちゃしたとこを歩くのも嫌だし、なんかメイドさんにね声かけられたりしてね、僕がもしついてちゃったりしたらね、かえって高いものについてしまうんで、Amazon の通販でね購入しました。はい、今日はね簡単に買い物をした、買ったもんがねちょっとでも自分が気に入ると嬉しくて人に見せたくてしょうがないんですね。こんなマイクのセットとピンマイクを買ったというお話でした。今日はこの辺で失礼します。